お前も俺の奴隷となるのだ。トランクスか。その肉体にどれほどの力があるか試してやろう。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。足元にも及ばんな。Super Baby 2! Win!